大会でございます。リング上はザ・デストロイヤー対ヨーロッパヘビー級チャンピオンのホースト・ホフマンの対戦を迎えました。もちろん30分の一本勝負で行われます。東の6位でございますザ・デストロイヤー、ホースト・ホフマン選手は人気投票第8位、西の小結びということになります。さあ山田さん、この一戦ですけれども、いよいよ大詰めを迎えたオープン選手権、ともにデストロイヤーもホフマン選手も、優勝戦線には残ることができなかったんですけれども、まだまだ技の関東、それから主君という賞がありますから ね、 そ、 うですね、その試合あたりも非常に面白いですね。しかもあのホフマン選手はですね、はい、なかなかあのテクニックが素晴らしいものがありますので、これはあの一つの有望な候補として挙げられるでしょうね。そうでしょうね。本当にレスリングの真髄をこのオープン選手権で見せてくれました、ヨーロッパヘビー級チャンピオンのホースト・ホフマンでございます。仙台大会でしたか、ドリーファンクジュニアとのあの一戦、本当に素晴らしい試合でしたね。まあ元来ヨーロッパ系のレスラーは非常にあのテクニシャンが多いですよね、はい、さあ先手を取りますザ・デストロイヤーです。左の腕を攻めました。今日は非常に珍しくデストロイヤー選手が黒のトランクスをつけています。黒のトランクスというのはデストロイヤーが身につけるのは初めてじゃないですか。そうですね、本当になかなか見ませんね、はい、一方のホースト・ホフマン選手はグリーンのトランクス、グリーンの長いタイツをつけました。ホースト・ホフマンでございます。腕を決めます。リストロックに行きました。ニーズロップを見舞います。ザ・デストロイヤー、このオープン選手権でザ・デストロイヤーは得意の足4の字固め、一つは福岡大会でグレートとの足4次合戦がありましたが、これは不発に終わった。川越の時のミスターレスリングとの一戦、これは覆面10番勝負の第6戦の相手だったんですけども、この試合も時間切れの引き分け、足4の字固めはまだ一つも成功させておりません。ザ・デストロイヤーです。ヨーロッパのチャンピオンを相手に一つ足4の字固めを見事にパーフェクトに決めてもらいたいですよね。そうですね、しかしこのホフマンという人はなかなかですね、攻撃もうまいけども防御が実にまたうまいですね。そうですね、早くも攻撃に出ます。ホースト・ホフマンであります。ヘッドシザースに入ってますね、入ってますね、がっちりと決めてます。ホースト・ホフマン、本当に切れ味鋭い技を持っています。ホフマンうまく抜けました。正面を向かい合います。フライングネイヤー首投げ、またしても切り替える、この切り替え方、一旦技を仕掛けられて自分の技に持っていく、そのタイミングとスピード、見事なものです。山田さん、どうしてもこのホフマン選手の試合を語るには AWA のレスリング、それから NWA のレスリングのこの違いをですね、批評していただかなくてはいけないんですけれども、一番目立つところはヨーロッパヘビー級チャンピオンのホフマン選手、AWA のコンテンダーのナンバーワンの1位に属してますけれども、スピード、技のスピードが速いということが言えますか。あの一つ一つの技ですね、例えばあのサイドスープレックスなんかはあまりあの滞空時間のない、抱えると同時に放ってるというようなことありますね、本当にあのちょっと一味違ったテクニックと言いましょう、はい、まあ、この人の場合あの基本はヨーロッパ流なんですが、それにあのアメリカの AWA 勢力圏に行って、またアメリカ流のショーマンシップを身につけてきましたね、はい、ジャンボ鶴田選手あたりもサイドスープレックスを時々使います。しかし対空時間、そういった点でこのホフマン選手のサイドスープレックスはだいぶ違うようであります。受けた方の衝撃ですけれども、それはやはりね、あのスピードを持って一瞬のうちに投げられた場合と、それからあの大技で思いっきりですね、狙い定めて投げられた場合か、なんとも言えないですね。その相手とケースともうみんなあの違ってきますね。頭を離しました。ニードロップを打ちました。ザ・デストロイヤーです。着々と足4の字固めへのパターンを決めています。ザ・デストロイヤーです。
もう一回左の足付け根のあたりを殺しました。足4の字に行かれればいける体勢なんですけれども、うまく外しました。ホーストホフマンです。足を取る、必死にフィギュア4レッグロック、これを狙っています。ザ・デストロイヤーです。今度はボディシザーズ、ホーストホフマンの攻撃、右足はまだ入っておりません。今足をかけました。完全にボディシザースに入っています。ボディシザースドロップ、位置を取りました。リングの中央に持っていきます。この辺りさすがですね。まあ10人分に計算してますね、はい、リングの中央で勝負を挑みます。ヨーロッパヘビー級チャンピオンホースト・ホフマン、194センチ118キロでございます。ザ・デストロイヤーが183センチ110キロ。リングの中央の攻撃、この距離ですと位置ですとどうしてもロープに逃れることはできません。ザ・デストロイヤー苦しくなりました。半身の体勢です。足に手をやる、うまく抜けるか、抜けました。このままでおっといきません。ヒップドロップを一発に奪うザ・デストロイヤー、足を殺しに行きます。デストロイヤーの攻撃、しかし余ってる上半身でザ・デストロイヤーの頭、ヘッドの部分をねじり回します。隙がありません。ホースト・ホフマン、とにかくこのホフマンという人ですね、本当に手と足をうまく使って、はい、ちょっとも黙ってないですね。そうですね、あれだけね、あの足を決められてたらですね、ちょっと攻撃できないんじゃないかと思うんですがね、それでもやりますね。そうですね、全く遊んでいる部分がありません。体ごと左の足を攻めに行きます。レグブロックに行きました。ザ・デストロイヤー、余っている足でデストロイヤーの鼻っ柱をポーンと打ちました。本当に隙がありません。ホースト・ホフマン、足を取ってもっと1回転、身の軽いホフマンのスピニングトーホールド、1回転いたしました。がっちりと足が食い込んでいます。早いです、早いですね。ドリーファンクジュニアのあのスピニングトーホールド比べていかがでしょう。あの全然ね、味がまた違うんですね。この人の場合、今1回回転しましたか。もうジュニアの場合はですね、もっとあの位置が高くなって思いっきり足首に集中攻撃をかけるという独特のスピニング投法ですね。しかしこのホフマン選手のスピニング投法でも1回転すると太もものあたりまでぐーっと足が踏み込んでいきますね。そうですね、今のそれであのトーホールドに行ってから足をフックして抑えに持っていってますね、ブリッジで逃れようとするデストロイヤーです。ボディーのに全身をかけました。ホフマン、あまり体重はありません。118キロ、両方の手完全にリストロックで固めています。ホフマンです。さあフィンガーロックの掛け合いですね、はい、そうですね、力比べのあたりに頭を押し付けます。ザ・デストロイヤーです。顔面好調ホフマン、スタンディングポジション取りました。リングの中央、ロープに押し付ける、そのまま巴投げのような格好で後ろに投げ飛ばしました。しかしおっと危ない、高さ抑え込みだ。あっと今度は足を取る、いいところで足を取った。フィギュアボーレッグロック、右足が余ってました。ホフマン、すかさず蹴り上げました、蹴り上げました。一発目の足4の字固め不成功であります。ザ・デストロイヤー首投げ、ネックを攻めます。そうそう、よく気がつくんですが、ここのホフマンというのは、これはまあヨーロッパ流のレスリングというんでしょうか、首の付け根あたりをもう非常に狙いますね、あの後頭部ですね、後頭部というか後ろ首といいましょうかね、はい、あそこはあの膝で思いっきり打ちつけますね、はい、レスラーにとりましてはあのあたりどうなんですか。やはり危険ですよ、危険ですね、はい、ブリッジで懸命に逃れようとするザ・デストロイヤー、これはタイミングが合いました。自分の右足の膝頭が額のあたりを捉えています。今のところ一進一退の攻防、ザ・デストロイヤーがフィギュア4レッグロック1回仕掛けました。リングの中央です。いいドロップ喉元へ、これは決まった。そのままの体勢でカバーに入る、カウントは2です。フロントに取りました。早くも立ち上がる姿勢ホフマン、必ず自分の有利なポジションを取りますね、そういうところがやはり怖いですね。そうですね、不利な体勢であまり勝負を挑みません。ホーストホフマンです。懸命なブリッジ、おっと足を取っての首固めだ。スモールパッケージホールドに行っています。カットがついています。今カットがついた、カントは2、カントは2です。必死にロープに逃れました。ホーストホフマン、
ジェリー・マードックレフリーに抗議を申し込んでいます。ザ・デストロイヤーです。しかしこれは完全にカウントは2で、カウントは不成功に終わっています。さあ、勝負を仕掛けるホフマン。ゆっくりとポーズを取ります。タイミングを外します。ザ・デストロイヤーです。ルーネルソンの体勢。どういう技を今夜は見せてくれるか。フォースト・ホフマン。技多彩な選手です。世界の一級品。勝負はリングの中央だ。ルネルさんの体勢、ちょっと左に脇を絞りました。右足がデストロイヤーの左の肩を捉えています。そのままの体勢で抑え込みます。余っている右手でグイグイと顎の先端を小突き回します。フォースト・ホフマン、油断も隙もありません。この攻め方、今度は抱え上げます。シュミットというのはバックブリーカーな、ちょっと浅いようです。大きく投げ飛ばすホフマン。ホフマン選手は山田さん、非常にその技を仕掛けられても、かなり大技を仕掛けられても回復力が早いですね。そうですね、しかも今でも完全にね、あの裏をかくような感じで終わるとですね、そうですね、これはダブルフォーボールですね、はい、両者がセコの作用ですね、うまく利用しています。背中の色が変わってはありますが、このままの形で肩をつけます。デストロイヤー、ホフマンも負けておりません。これは当然レフリーがほどかなきゃいけませんね。ブレイクを抜いてました。正面で向き合います。ランランと光る目、ザ・デストロイヤーホースト・ホフマンです。口ひげを蓄えました、ヨーロッパヘビー級チャンピオンのホースト・ホフマン。自分の体に引き寄せます。ロープの反動を利用して、おっと背中を打った。変形バックブリーカー、そうですね、あのロープの反動を利用したバックブリーカーですね、はい、もう一回打ったところへ連続攻撃であります。フォースト・ホフマン背中を攻めます。抱え上げて、バット、今肩のあたりですか、なんかちょっと影になりましたけど、ショルダーバスターのような形ですね、そうですね、そしてもう一回、あ、これです、サイドスープレックス、そのままカバーに入った、瞬間見せます、サイドスープレックス、天下一品。もう投げた瞬間にもうピンフォールの形に入ってますね、はい、早いですね、非常に素早いサイドスープレックス。そうそうそう、ジャンボ鶴田選手あたりもこのサイドスープレックスはどうでしょう、見習った方がいいんじゃないでしょうか。そうですね、しかし、まあ、自分はやはり自分の味がありますからね。なるほど、鶴田の場合は思いっきりあの高い位置まで抱え慣れてのものですからね、はい、さあ、フォースロープに飛ばす、リングの中央、ショルダーアタックだ、打ち勝ったのはスポーツホフマンだ、タイミングを外す、ロープに飛ぶぞ、ジャンピングしました、ジャンプいたしました、待っている、うまくタイミングが合いました、両方の足に乗せます、ウエートの軽いフォースホフマンを放り投げました、後ろに投げ飛ばす、そのままカバーに入った、カウントはカウント、カウント2です。左の足を取る、足4の字の体勢、今度は入るか、あっと右のフックです、ロングフック、負けませんね、ホフマンも。やはりね、逃れ方はいろいろあるんですよね、思い切って殴りに出ましたね。そうですね、この手は珍しい、エルボースマッシュ、エルボースマッシュの応戦になりました。見せます、デストロイヤーもエルボースマッシュ2連発、おっと場外だ、場外だ、エプロンを触って今場外に落ちました。今度はデストロイヤーがショルダータックルを見せる、おっとロープ越しの、おっとどうだどうだ、回転エビ固め、これは決まるか、決まった、ロープ越しの回転エビ固め、見事に決まりました。フォースト・ホフマンです、私フォースト・ホフマン、ザ・デストロイヤーを打ち破りました。どうです今のタイミング、ちょっとね、あのデストロイヤー本当に油断しましたね、油断がありましたね、自分が攻撃に回って、ガンガン攻めて、はい、であの
なんかもう勝てるんじゃないかという気がしてたんじゃないでしょうか。一旦場外に飛ばして有利な立場に立っただけにちょっと油断がありました。そうですね。そこをすかさずロープ越しの回転エビ固めでございます。見事に決まりました。ローリングクラッチホールド。ザ・デストロイヤー、ヨーロッパヘビー級チャンピオンのホースト・ホフマンに技で打ち負けた一戦でございます。拍手を求めます。ザ・デストロイヤー両者綺麗に分かれました。ホースト・ホフマンもザ・デストロイヤーを称えます。見事に決まって